お疲れ様です。パーソナリティのみかんです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは想像以上に弱すぎたロシア空軍、どうしてここまで撃墜される？をお送りします。 NATO の情報提供がウクライナを支えている。ウクライナ紛争は事前の予想と全く異なる様相を呈していますが、それは空戦においても同様です。ロシア軍の侵攻と同時に、ウクライナの防空部隊はミサイル攻撃によって壊滅し、ウクライナ上空を飛ぶのはロシア軍機だけになる。それが開戦前の予想でした。しかし、4月1日現在、ロシア軍は、ウクライナ東部の限られた地域でしか制空権を確保できておらず、ウクライナの防空部隊は未だに生き残っています。開戦から10日後の3月5日には、1日の間に10機のロシア軍機が撃墜されるという事件も起きました。その後も、ロシア軍機の撃墜は相次いでおり、これまでに我々民間人が SNS への投稿などによって確認できた撃墜数だけでも、次のようなリストが出来上がるほどです。繰り返しますが、これらは確実に撃墜されたと私たちが確認できた機体のみを計上したリストであり、ロシアがこれ以上の被害を受けているのは確実です。実際、ウクライナ国防省は3月21日までに固定翼機97機、ヘリコプター121機を撃墜したと主張しています。正確な数字は、ウクライナ紛争が終結しなければ判明しないでしょうけど、ロシア空軍が大損害を受けたことは確かです。では、なぜ、世界でも有数の空軍だったはずのロシア空軍が、ここまでの被害を受けたんでしょうか？航空機の性能が劣っていたからでしょうか？まずは撃墜された航空機のうち、いくつかの詳細を見てみましょう。4機撃墜されたスホーイ 30M はスホーイ27フランカーの複座型を、戦闘爆撃機マルチロール機として改修した機体です。スホーイ27の優れた機動性を維持したまま、アビオニクスの近代化や空中給油システムの追加が実施され、戦闘爆撃機として高い能力を有します。実際、もともとロシアはこの機体を自国向けには製造せず、主に中国やインドへの輸出用機体として扱っていたんですが、2008年のグルジア紛争において、少数のスホーイ 30M が大きな戦果を上げたため、ロシア空軍でも数十機を採用するという方向転換を行っています。少なくとも、それだけの性能はあるのです。同じく、4機撃墜されたスホーイ 34 も、スホーイ27を複座型の戦闘爆撃機に改修した機体です。ただ、同じ戦闘爆撃機といえ、ドスホーイ30と比べてより爆撃機に近い機体となっており、操縦席後部には、レーションを温めるための電子ヒーターがある小型キッチンやトイレ代わりの紙瓶が設置されています。また、このスペースは、広い上に天井も高くなっており、長時間飛行の際には、片方のパイロットが操縦している間に、もう片方が体を動かしたり、横になったりすることも可能です。操縦席全体が 17mm 圧のチタン装甲で覆われ、十分な余圧によって、酸素マスクが不必要なのも、爆撃機としての性格を強く感じさせます。ちなみに、スホーイ34は、操縦士席と並走管制管席が並列に設置された世界でも珍しい機体となっています。武装面については、日本の F2 やアメリカの F15E とほぼ同等の約8トンのミサイルや爆弾を搭載可能です。満載時でも、マッハ 1.8 の高速を発揮可能で、さらに、4000km の航続距離があるとされています。なお、原型のスホーイ27より機体重量は増加したものの、カナード翼の追加によって十分な機動性を保持しており、近代化されたレーダーによって空対空能力についても優れた能力を有すると言われているようです。これらの機体は、レーダー警報受信機やチャフフレアディスペンサといった基本的な自己防御装置を搭載しており、撃破された戦闘機の中で、最も旧式となるスホーイ25も、アフガニスタン紛争での被害を受けて、エンジン部分にチタン装甲を設置するなど、簡単には撃墜されないよう改修されています。もちろん、詳細が明らかとなっていない電子機器については、アメリカを筆頭とする西側諸国より劣っていると見られていますが、
楽々と撃破できるほど劣っていることはありません。仮に劣っていたとしても、ウクライナ空軍が使用しているスホーイ27やミグ29はロシア軍機よりさらに旧式です。そしてロシアが900機以上の戦闘機を保有しているのに対して、ウクライナの保有数は100機程度。さらに BBC の報道によると、開戦前のウクライナ国境には約300機のロシア戦闘機が集結していたそうです。戦闘機についてウクライナは質・量ともにロシアに劣っていたのです。ウクライナが保有する防空システムについても性能で劣り、保有数でも劣りと同じ状況になっていました。ウクライナの対空戦力はロシアに対して完全に劣勢だったわけです。しかし現実として、ウクライナ軍は大きな被害を出しつつもロシア空軍を抑えつけています。ロシア空軍機の性能が劣っているからという理由でないのなら、なぜウクライナ軍は抵抗を続けられているのでしょうか。これは西側諸国によるバックアップが要因と考えられています。根本的な理由は、ロシアがウクライナの防空システムを完全に撃破できず、残存したシステムが NATO からの支援によって非常に効率的に働いているからです。ロシアは開戦と同時にウクライナ軍基地へミサイル攻撃を加えました。アメリカ国防総省によると、開戦から10日以内にロシアが発射したミサイルは500発に上り、3月17日には発射総数が1000発に達したと発表されています。しかしこの攻撃ではウクライナ空軍の機体を撃破することはできませんでした。アメリカ国防省から、3月11日時点におけるウクライナ空軍の戦闘機保有数は56機だと公表されています。また車載型の S300 などの防空システムもある程度の数が生き残ったようです。開戦初日、ロシア国防省はウクライナ軍の制空権を制圧したと述べましたが、これは全くの勘違いで、ロシアは制圧に失敗していたのです。その理由は、ロシア製ミサイルの欠陥にあると指摘されています。ロイターは、匿名のアメリカ当局者の話として、ウクライナで使用されたロシア製ミサイルの 60% が正常に作動しなかったと伝えています。正常に発射されなかったり、不発だったりと理由は様々ですが、攻撃に失敗した割合を集計すると 60% になるとのことです。また、そもそも発射されたミサイルの数が不十分だった可能性も指摘されています。3月24日には、アメリカ国防総省から、ロシアが巡航ミサイルのかなりの量を使い果たし、備蓄が枯渇しつつあるとの分析も明らかにされました。備蓄不足から、十分な数のミサイルを空軍基地や防空システムの撃破に使用できなかったとの可能性は大いにあるでしょう。この2つの理由が組み合わさり、ロシアはウクライナの防空システムの破壊に失敗してしまいました。ロシアにとって厄介なことは、生き残った車載型防空システムと西側諸国から供与された携行式地対空ミサイルの両方に注意しなければならないことです。ウクライナには NATO 諸国から大量の携行式ミサイル、スティンガーが届けられています。最新の供与数は不明ですが、アメリカ国防総省によると、3月7日までに2000機が供与されており、16日に発表されたアメリカの軍事支援にも、追加で2000機の供与が含まれていました。スティンガーは、低空飛行中の戦闘機を攻撃可能で、その命中率は、世界で最も高いと言われています。運用に必要な人数も2名に過ぎないため、発射前に戦闘機やヘリからスティンガーを発見するのは非常に困難です。しかも赤外線誘導が採用されており、発射後の操作は不要であるため、車種は反撃を受ける前に素早く発射地点から離れることができます。先ほどご紹介したリストにもあったように、ウクライナ軍は少なくとも35機のヘリコプターの撃破に成功していますが、これらの多くはスティンガーをはじめとする携行式ミサイルによるものと推測されています。ヘリコプターは一つのローターで前進と揚力を生み出す。構造上現実的な飛行速度は時速 300km 程度、世界記録 400km/h と相対的に低速であるため、多くの被害を受けたのでしょう。ただウクライナ軍は携行式ミサイルによって
戦闘機への攻撃も成功させています。ロシア国防省はスホーイ25が携行式ミサイルの攻撃を受けたが帰還に成功したとの動画を公開しており、動画内では小型ミサイルで破壊されたスホーイ25が詳細に撮影されていました。しかしスティンガーの有効威力は 3500m であると公表されており、これが画商報告だったとしても高度 5000m 程度を飛べばスホーイ25は攻撃されなかったはずです。なぜこの機体のパイロットは低空を飛行していたのでしょうか。それはさっきお話ししたようにロシアに精密誘導兵器が枯渇しつつあることも一因ですが、ウクライナに車載型の防空システムが生き残っており、さらに NATO からの情報が提供されているからです。 CNN の取材によって NATO がウクライナ国境付近のポーランド上空に E3 早期警戒管制機 AWACS を飛行させ、ウクライナベラルーシの情報を収集していることが明らかとなっています。またアメリカメディアエアフォースマガジンは匿名の国防総省当局者の話として NATO はAWACS で収集したロシア軍の飛行状況だけではなく、衛星やレーダー、無線傍受によって入手した情報もウクライナに提供していると報じています。この報道が真実ならば、ウクライナは NATO からの情報提供によってロシア軍機が侵入する地域に、あらかじめ車載型防空システムを展開させ、待ち伏せすることが可能です。その際、自軍のレーダーをあえて稼働させなければ、逆探知による発見も免れることができ、ロシア軍機に奇襲をかけることができます。敵機が車載型レーダーの探知から逃れようと低空飛行すれば、今度は携行式ミサイルの射程内に入ってしまいます。ウクライナによって撃破されたスホーイ25は、このような理由から低空に降りてしまい、携行式ミサイルの攻撃を受けてしまったんでしょうね。もし、ウクライナの車載型防空システムが完全に無力化されていて、携行式ミサイルしかなければ、このような状況にはならなかったはずです。低空飛行しないようにすれば簡単に対処できます。しかし、ウクライナが NATO からの情報提供によって、車載型防空システムを有効に運用しているため、ロシア軍機は非常に危険な飛行を強いられているのです。総合すれば、ロシアはミサイルの不足と、欠陥によってウクライナの戦闘機と防空システムに十分な打撃を与えることができず、残存した対空戦力が NATO からの情報支援によって大きな効果を発揮しているということになります。またロシア軍の通信システムの脆弱性や輸送能力の不足など、兵器のスペックを見ているだけではわからない軍隊として能力が想像以上に低かったことも一因でしょう。さて今回の話題には日本から多くのコメントが寄せられていました。その一部をご紹介します。日本ネットの反応。3月17日までに1000発なら月末までには1500発くらいは使っていたのかな。それだけの数を開戦当初に使っていれば戦闘機も防空ミサイルも破壊できたのかも。戦闘機は空中に退避していて S300 も基地から移動していたので無理でしょうね。アメリカからの情報提供があったみたい。日本の 1.2 倍程度の軍事費で5倍以上の兵員を支えているのだから、見えない部分がボロボロなのは当然なのかな。いかがでしたか。当チャンネルの感想ですが、日本はロシアの結果を他山の石としなければなりません。車載型防空システムと携行式ミサイル AWACS という組み合わせは、仮に他国が日本に侵攻し上陸に成功した場合、日本で再現できるものです。例えば中国は KJ2000 や KJ500 といった AWACS を保有していますし、車載型防空システム携行式ミサイルも配備されています。この連携の要となる AWACS を撃破するためには護衛の戦闘機を無力化する必要があり、航空自衛隊のさらなる強化は必須です。ただ空自のみにかまけて陸自の強化を怠れば、上陸後瞬く間に侵攻を許してしまいます。結局はいつも通り自衛隊全体の強化が必要で、防衛予算増額も必要という結論に至るんですが、お金で日本国民の安全が買えるのなら安いものです。岸田首相には
ぜひとも GDP 比 2% 以上を実現してもらいたいですね。よかったら皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。